ついてる、ヘラついてる。緊急、緊急事態。ママ、ひかちゃん。緊急事態。久しぶりに映ったね、ちゃんとみんな。さて今日は、はい、皆さん見ての通りこれ、こちらハムハムでございます。はい、ちゃんとさ、はい、スマホスタンドもつけました。おみや何もしてるよ。これがさ、本当はここにさ、カゴつけようと思ったんだけど、つかなくてさ、見てもらったらわかるかもしんねえけど、頑張ったんだけど、取れなくて。見て、このボロボロ。これ、やばいでしょ。つけてみたの？ということになりましたが、まあまあいいやということで、楽しく行きましょうと。はい。今日どこ行くんでござるかね。そう、でね、わかんないよ。今日どこ行くか決まってないんだよね。それをね、今日はなんとママがどこに行くかを決めてくれたということで、わー、楽しみなような。本当に知らんもんね。ママが決めたわけじゃない。え、ママが決めるわけじゃない。何が決めるんですか。サイコロに決めてもらうから、サイコロに決めてもらうから、サイコロに決めてもらうから。サイコロに決めてもらうけど、まあ、お前だろうけど、ラインナップは。じゃあ、でもちゃんと希望は聞いてるから。早く、じゃあ次は、ママ、じゃあ前の方でこうバンって皆さんに見せて発表お願いします。今日の候補地はこちらです。何どこ。これはあの説明が必要でしょうか。はい、説明が必要です。お願いします。あ、どこが気になります。パフェめっちゃ上、パフェ。あ、5番。これは、うん、なんか梅ちゃんはね、梅ちゃんはさ、インスタ映えの、10kg ってすぐそこだな。え、もう行く。でも、サイコロなんかすごい並んでる日は中に行くかまきらしいの。でも予約しとこう、予約予約できるかな。まあ、とりあえず1が出たら電話してみよう。出たらあの、行きは良いかもしれんけど、時間がかかるかもしれない。待ち時間がやばい。他、クリア2番。クレーマー、あ、2番。2番、いいよ。あ、みんなが行きたい。どこが足よ、それ。スタローロードだ。スタローロードの足よ。あ、いいね。3番のアニメは、これ何？鳥取といえば。コナン？そう。コナンの里？そう、青山号。あ、行きたい！私も3番！じゃあ、梅ちゃんはね、1番。結構な透明。あ、でも良さそう。価値あるかもしれない。次は4番のバラ。これはよくわかる。バラ何？今バラ園がどっかでやっとんか。白バラ？それがね、今日までなんです。バラ大根島の油脂園。うわー、あ、油脂園のバラ園。知らない。バラ赤ちゃん、キャッカ、バラ店、100店で、ね、バラ100店みたいな。行くまでの道で恐ろしいとこがある。あ、ベタブリ坂があるよな、あそこ行こうと思ったら。キャッカ、ここが、そう、油脂園ね、なんか、はいはい、でも中でお茶屋さんとかもあって、うん、日本庭園がすごい綺麗な。あ、行く、まあ、ママここでしょ、行きたいな。ここも行きたい。うん、5番、全く分からんね。クレマチス。クレマチスも花の名前なの。クレマチスは意味が分からんな。これ鳥取花海道。ああ、それこそ花海道か。今ね、見頃なんだって。クレマチス、あ、ここに行きたい。なるほど。これ、ここはちょっと山道だから、あの、車は少ないから、ね、行きやすいかなと。なるほど、なるほど。ただ、ひとちゃんがまたあれだね。梅ちゃんのワンちゃんとなると。10キロですね。梅ちゃんのね、10キロ。はい。チョコのワンちゃんはね、どうしてんの。お留守番してる。大丈夫だよ、うん、大丈夫。チョコは大丈夫だ。お留守番してる。お泊りじゃないから。で、この砂は、うん、例のどこだと思う。いや、鳥取砂丘じゃない。鳥取砂丘じゃない。違う、鳥取砂丘じゃない。違う、これは。ほら、ママが行きたいところ。一番、わからん。砂場、あ、サンドビニューじゃん。何それ、あっち
1年計がある。1年計って1年砂時計と砂時計のドラマの人ったとこでしょ。そうそうそう、2万にある。あれもちょっと行ってみたい。その辺じゃない？ちょっと、あと問題はサンドミュージアムは遠い上に、5時までかな。早く行こう。やばいやばい、早く行こう。もう昼過ぎとだ今日。あとね、UCM も田中海道も4時半までに入らないと入れない。急ごう。はい、じゃあ入ったところで30分で出ないといけないかもしれないっていう。もうニューラインナップになった。パフェにしとこう、みんな。パフェがいいと思う。ニューラインナップやべえな。パフェか2か3かな。オイラ足湯がいい。まあまあどこ行っても楽しい。2か3がいいわ。ここはやべえよ、ママ。これはね、ママが行きたいっていうだけで入れた。距離とか何も考えずに。あった。無理でしょ、これはちょっとお泊りかな。これさ、もう高速道路で行くレベルだよね。高速道路だったらね、90キロぐらいだった。だから大丈夫かなと思ったよ。でもこれガチだもんね。ガチだね。行くしかないんでしょ、なったら。やば。3時間。誰誰車でもね、2時間半ぐらい行ってみた。やば。車で、俺らだったら3時間は 100% かかる。3時間以上かかる。おむつつける。トイレ休憩も絶対挟まなあかんけど。恐ろしいな。とにかくトイレ休憩が多いだけ人数が多い。そういうことだ。いつまで経っても今お腹ご飯、お昼ご飯食べてお腹いっぱいだから、チキたちは車で寝る。ああ、なるほどね。うんちだね。けどうんちしたらこの流れはやばいよ、臭いよ。ご飯からのうんちでしょ。もうとにかく急ごうよ。行こうか。うんち行ってから。誰、エアコロの話しない。サイコロ。いいよ。じゃあ、ほら、あの、もっと持ってもらって。ちょっと映るところで。どうして？いくよ。はい、それではサイコロタイムといきましょう。イエーイ。今危なかったよ。次じゃあなっちゃんが振ったやつね。いきます。何が出るかな、何が出るかな、それはサイコロ任せよん。サイコロなっちゃぽん。なつめさん。なっちゃん。なっちゃん。急にも回した。なっ、あ。ゴー。ゴー。ゴー。花回廊か。まあ行ってみようか。スイちゃん、花回廊ね、美味しいね、ソフトクリーム売ってるよ。行こう。カレーちゃん行こう。カレー、ソフトクリーム。誰か道知ってる人いる？ああ。分からない。下道で行ったことないかな。まあ何度か。あっちだな。うんちですか？はい、トイレタイム。はい、行ってきます。子供たちは元気？元気よ。元気よ。なかなか快調ですね、今日は。いいペースですよ。いいペースですよ。なかなか。午前中まで天気が良かったのに午後から良くないですね。もうそろそろ梅雨に入るんじゃないでしょうか。あ、梅雨か。もう6月か。まっすぐかな。若干の肌寒さを感じております。ジャンバー持ってきてますよ。肌寒いですね。そうですね。全然快適。快適ですけど。合ってますよ。うちは合っております。釣りの瞬間に背中で語れてます。え、背中で語れてますか？無地です。ねえねえ、ばあちゃんが怪我してる足に。車のナビでは釣りの信号右手出てますけど。はい、まっすぐですね。まっすぐだって。いやすぐ行きましょうよ。道路標識通りに行きましょうよ、ヒカルさん。ヒカルさん。ヒカルさん。
マッスル教師だ。ピンク。カルタ。カルタ。ええ。わ、右に決まったわ。ラビの方を信じた。まあ大丈夫、大丈夫ですよ。間違えましたか？まあ大丈夫だと思います。いい、いいですよ。発信大丈夫でしょうか？大丈夫。オッケー。なおひろさん大丈夫ですか？大丈夫じゃないね。大丈夫。ふらついてる、ふらついてる。全然大丈夫じゃないですね。まだまっすぐ？次の信号左ですね。あ、オッケー。いやー、頑張ってたね。いろいろな人がいますね。進んだバイクで走り出す。ちゃんとタイマーはたいて買いましたよ、これは。何？盗んでないよって。高いお金、高いお金払って買いましたよ。バーも買ってくれたよ。なんか。バーが払いに来てくれたんよ。握ってますけどね。あ、花回路頑張った。あと10キロ。10キロ。あれ1キロしか進んでないの？そうね。すごい、あの農機具をよく見かけますね。やっぱ田植えの時期なんでしょうか。そうね。なんか目がかけて。のどかですね。まだまっすぐですか？ずっとまっすぐです。道なりです。まっすぐ、まっすぐだよ。あ、ここ有名なホタルの里だね。本当だね。そろそろ？あと10キロ。またホタル見に来る。こちらも行ったところ。うん、あ、なんか。アイスクリーム食べてる。バイパーのケーキみたいになってるね、なんかね。帰り行ってみようよ。帰り空いてたらね。あ、ウシル、ウシルの車はそこ入りましたよ。アイスクリーム屋さんだったの。なんか有名なところなのかね。あとでちょっと調べてみよう。あ、坂ですよ、坂ですよ。頑張ってくださいよ。またご覧で原宿ですね。動きが怪しいけど大丈夫ですか？でも今グラッとしたよ、パパ。遅い車、遅い車、遅い車。だいぶ山登ってきた感じだね。うん、だいぶ山だね。竹林です。臭い、竹の匂いがする。竹林ですね。だいぶ坂ですよ、頑張って。私ここで会ってるね。間違ってる。重たい車こっちよ、こっち。ありがたいね、この車線。でもこんな時に限って後ろから車は来てませんね。アイスクリーム食べたい。そうだね。もう寒いからやだよ。温かいコーヒーが飲みたい。ブレイクブレイク。ウダリザカが苦手すぎるよ。だいぶ後ろが詰んでるよ。なんだか遅くなりましたね。でもこの前よりは速いです、坂が。そうね。まあ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 ね、この前は20キロだからね。あと500メートルだ。500メートル。
右ですね。右だ。自転車、バイクはこっち。本当だ。ここでお別れ。お別れです。え？こっちですか？あの、ヒカルさん間違ってますよ。どこでしたっけ？間違っとられますよ。え？お二人さん。はい。やった。うん。服のはついた。入るよ。入ろうか。最高のマジックのここからが勝負よ。これから最高のを振って1が出たら。おお。1が出たら近くのパフェに行くと。はいはい。ここに入れない。そっか来たのに。あ、いいね。ゆるいね。どこ行ってもジェラートとかなんか食べる。食べたいな。お腹すいたら。厳しい旅は、お二人たちに来てくれない？そうだよ。そうだよ。私も子供たちがいますから。3、4、5が出たら、2分賞を持ち上げる。あ、入りたいな。どうぞ。ズル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 。よっ！やったー！やったー！ありがとうございます。いったぜ。よし、じゃあ入ろうか。入ろう。入ろう、入ろう。はい、クレマチスと。ということで、どれだいクレマチス。クレマチスどれ。あ、クレマチスの一種の、これはロココラってことね。なるほどね。クレマチスっていう中でもいろいろある。これ？パパの子なの？ちょ、綺麗だな。すごい。よろしい？イエーイ！はーい。サボテン買いました。私も多肉植物買った。あ、写しないで。到着して、はい、なんか見て見て絶対カラスでお前よ。かわいい。ちょっと待って。じゃあ次は入ろう。入ろう。お家カラオケ。イエーイ。温泉に行きたい。グッドアイディア。いいよ。ただ最高で降って下手なんで。まあね。レッツゴー。今日の出発。帰り道がわかりません。帰り道は右。右です。右？え、溝口インターになってるよ。あ、ものすごい雨ですね。超怖いよ。合ってる？あ、雨です。初めての雨です。雨怖いっすね。合ってます。反対だね。反対な気がします。これが右。直しろ。うんこたれ。これ左右どっち。聞こえてる。うんこたれてね。分からんね。ママたちの声が聞こえてない。
おーい、パーパリカちゃん聞こえますか？危ない危ない。え、聞こえないよ。危なかった、危なかったですよ。危なかったですよ。だいぶ跳ねてらっしゃった。聞こえてます？聞こえてないようですね。おーい。なんか変でした。もしもし。あれ、切れた。ビロロン。電話が切れた。また待って、待って。何下りになったら遅くなるやめてもらえませんか？なんで止まりそうだよ。急がないと頑張りユース遅れちゃうよ。あ、確かに。どなが予約の時間が途切れた。途切れてるかも。これ言って反応しないって途切れた。バビー言ったっぽいけども聞こえてない ね、 ね、どうも聞こえてない。あ、切れた。切れました。あ、電波が悪い。なんかあれだよね、やっぱ電波が悪いね。悪いね、山はね、本当にね。山は大変だね。でもだいぶ元に降りてきたんじゃない？今の調子で帰りますと、はい、あの夜ご飯に間に合いません。アンバリウス遅れちゃうよ。さあ、ほら、頑張れ。そうだった、6時に今予約したの。やばい、無理があるよ、無理が。ご飯食べてカラオケだろ。あの、ママたちだけ行ったら、あがいて。それもありですよね。頑張るのです。お、頑張って、頑張って、頑張ってる。いいよ、でも初めてだもんね、雨で運転するのね。やっててよ。お父さんまた開いてるよ。テレビ見て 顔が冷たいんですよね。ものすごい勢いで顔を雨が叩いております。だってなんか亀の首みたいになんか直平さん引っ込んでますよ。あんなにやりしたくなかったマスクを今は外したくないです。マスク様々だね。マスク様々でございます。まっすぐですか？どうだろう、夜名古って書いてあるからまっすぐでいいんじゃないか。まっすぐでもいいし、右でもいい。右でもいいですよ。違う、どっちでも一緒ですよ。まっすぐ行きましょうか。まっすぐ。ナビでは右と出ておりますが、ナビで右だね、右だ。さっき右ですよ。なんでこのナビを帰るか。早く帰るちゃうか。あ、まあ、いいナビよ。いいですよ。何？ナビが。ナビ見てきた、ボケカス。まっすぐでも帰れるけども、夜名護ってなってるからね。怖いよ。ウィキティーのスタチャンネル。いやあと何しろ、あとどれぐらいかいね。いやー、もうすぐだ。あと3と5。あ、早い早い。あ、間に合うやね。あ、そうだった。5キロ。5キロですか？あと5キロ。5キロ。次の曲がり角まで3.5。だいぶありますね。はい。私の
サングラスはレイバンだけど、今はレインバンバンですよ。面白くないです。レインバン、レインバン、マブさん、もう一回ね、ほんと急に冷えてきた。すでに言ったな、その言葉を。ピンクだぞ、寒いわ。心が折れるワードは禁止。まっすぐ、まっすぐですよ。まっすぐ、さすがまっすぐ。なんかこっち近い気がするね。こっち近いね、うん、もうすぐだ。なかなか順調でしたよ。あ、順調です。あ、いいですよ。お気をつけましょうね。ここですよ。 私ちょっとこちらですよ。大きい道から帰りますので。あ、そうなの。ここ通んなさいよ。え、ここ無理です、無理です。細い細い細い。そんなこと、そんなことある。そんなことある。絶対無理。そうですか。はい。じゃあ、まっすぐ行ったのに、だったら。帰ってきました。帰ってきたよ。無事に帰ってきたね。ね。最後、道がバラバラだもん。むちゃくちゃだ。ねえ、早く行こう。お腹空いた。意外に。あと10分で始まるからね。あ、やばい、これ、これ、行くな。旅の旅、浜の旅、最終章、終わり。また行くよ。まだまだあるよ。まだまだこれから、まだまだ、こんな近場でババと渡っていけんだけん。でも多分ね、6番を行こうと思ったらね、うん、ちょっとお泊まり企画してくれたら。お泊まり企画もしよう。しよう、しよう。はい、じゃあね。バイバイ。行こう行こう。レディが。いかがだったでしょうか。押すって時にガッて入れて、おかきを。もしそう始まったら20分ぐらい喋れんじゃん。そんな喋らんわよ。もうが、もうあれか、落ち着かんな。そうで、ハブの旅がやっと終わったが、うん、ない。大変だった、編集。編集大変だったな。ずっとなんか構ってたよね。怒ってたもんね。やばいのよ。さ、やばいわーとかさ。あの、いちごくんがね、うん。いちごくんが今回。私も飲んでいいですか。あ、いいですよ。飲みます。いちごくんが撮影してくれてて、うん、いちごくんはどうもカブの旅が楽しいみたいで、うん、あれ行ってこういろんな場面撮ってくれるんですね。で、あれトータルの時間が結局、うん、いちごっていうのはね、うちの上から2番目のね、長男がいちごくんです。今小学校5年生なんだけどね、うん、はいはい、で、いちごくんがね、うん、あのカブの旅が大好きで、うん、カブはホンダのカブです。中古で買いましたね。サクラボ食べる？レッドバロンで買いました。サクラボ食べる？なんか説明書かんと、これ分かんないから。ふるさと納税で届いたんです。いただきます。これちょっと一人じゃ食べきれんくて、うん、めっちゃうまいな。ここに入れたら。さっきこいつが食ったおかきの袋だ。有効活用されてますね。エコ活動。あ、なるほどなるほど、いいじゃないですか。まあ、いっぱいあるよ、まだ下に。もうちょっと食べたいね。うん。あ、これもうあげるよ。え、マジで？うん。うん。タモケに。あ、うちにね。うん。みんな好き？うん。みんな好き？分からん。俺は好き。他は？知らない。え？だって人の好みまで知りませんわよ、私は。子供の好みなの？分からん。サクランボとかだってレアキャラじゃん。うん。いちごくんが、それこそいちごはトマトが好きで、いちごが好きよ。いちごくん、いちご好きだね。あ、高いのが好きだな。いちご、いちご好き。チェリーボーイ、いちご。まあ、きっとそうですけど。何がチェリーっぽいって言うんだろうね、これの。ね、美味しいな。それで、それで、うん、明日はライブだよって。明日ライブちゃうよ。ん、ああ、俺のライブな、うん、本当だ。6月26日は、うん、私、ゆび先生ことタモと直せるライブショー。ひかちゃんはこれ着ていきます。うん、
でね、一応、うん、まあ、鳥取県境港市の夢港タワーの中の夢港シアターってとこで、うん、12時40分開場で13時開演かってやるんだけど、4組の方が出られて僕最後だから鳥か、うん、2時半過ぎたぐらいからかな、うん、多分分かんないけど、その進行具合にもよるけど、うん、多分そんな感じだと思いますんで、またライブはね、我々ちょっと自分らで持ってってさ、これ、え、出るの、そう、ライブ、うん、誰が撮るだ、置いとけばいいじゃん、ほん、うん、ああ、そうか、そうそう、置いとけばいいな、置いとけばライブ配信、ああ、そうだね、充電だけしといてね、うん、くれれば充電そうだもん、できると思うから、うん、まあいいとこにちょっと構えてね、うん、やっとこうかなと思います。おー、じゃあ皆さんライブ配信しようよ、ライブ配信、見逃さないようにアーカイブは残しません。残すけどね、残す残す、残しませんって言っちゃった方がいいんだけど、なんでみんながリアルタイムで見ようってなんでしょ、そういう姑息なことを考えるんだね、はぁ、あ、大体この人はね、そういう傾向がありますからね、ずるいで、残すの、うん、残すの、残るとじゃ見れない方はまたそこで、ね、後日見てください、ちゃんちょびっとだけ出ます、イカちゃんもちょっと出てくる、今ちょっと練習してくれてるね、うん、あ、俺今日久しぶりに人前で歌うから R&B、うん、おそらく、うん、まあ、3回ぐらいは歌詞が飛ぶと、うん、そしたらイカちゃんが代わりに歌ってあげる、飛んだらふんふんふんって言うからね、私も、うん、そこで歌うからこうやって、でもね、まあ5回以上はしないように気をつけたいと思います、はい、そうです、ね、5回までにしよう、はい、ちょっと10回は多いか、ちょっと何言ってるか分かんなくなる、10回は P さんに叩かれるんじゃない、10回以上間違えたら P さんに叩かれるんじゃない、そうね、お前もクビだと、いやだって緊張しちゃったからってなるじゃん、緊張する年じゃないだろう言われるよ緊張も何もね、興奮してくるのよ、皆さんの前でやってると、うんうん、そうするとね、うん、もう歌とかどうでもよくなってくるの、途中で、いや、わかるよ、わかるよ、のど自慢出た時はね、うん、私、もう会場のある皆さんもう何にも見えなくて、もうカメラだけ見てた、あ、そうですか、うん、で、だって踊ってた、踊ってた、カメラだけに向かって踊ってた、うん、私はね、もう会場の皆さんが真剣な目で見てくださってるでしょ、うん、もう歌とかやめて、ちょっと喋らないやつないやめな、まどろっこしくて、のど自慢は歌おう、喋ろうって、のど自慢金鳴らしてもらわないといけないんだから、まあね、うん、あれ以来ですよね、カンカンでしたね、カンカンでなかった、カンでなかった、ギリカンカンであれ以来のステージ、あれ以来のステージ、はい、ね、まあ楽しみ、確かにそうだな、あれ出たなけどな、半年前かあれ、うん、でもあれは指ひかで出たからね、はいはい、佐藤直弘の歌ではなく人の歌でしたから、ああ、まあ源ちゃんのね、私のゲーム、ね、ということで、まあ楽しく一回やろうと思うんで、ぜひね、はい、楽しみに、カブの旅はいかがだったという、そう、カブの旅良かったよ、なんかイチゴの話から、これちゃんと説明するよ、お前、なんか何説明、柿食ったり、さくらんぼ食ったり、イチゴが長男って知った、みんな株、ね、の旅ですよ、また行きたいね、行きたい、最近行けてない、うん、ね、そうなんだよな、何って暑いんよ、暑いからね、いいな、明日はこう、いや、寒い、私これでも日に焼けたくない、結構黒いんですよ、ちょっと肩で見せちゃうけどね、うん、本当の前こうランニングっぽくするとさ、野に咲く花のように風に吹く、終わるよもう消しまーす、いいですか、ということで、またライブしたり、カブしたり、カブしたり、まあ医療系のことしたり、いろいろしますんで、医療系ねじゃあねー、バイバーイ、ミュージックエモーション6月26日夢港シアターで開催。
日野翔英。君の肩濡れないように体寄せる旅。井上俊也。どこまで走れば見えないものが見えるようになる。魂だユーフィー。葉を取ら太陽の下で生きる。美しく儚い傷負いバラ。田本直弘。The World of the Rainbow, The World of the Rainbow, 虹色の雨が降った。ミュージックエモーション6月26日お楽しみに。